北京エンジンの逆襲、北京エンジンの逆襲、北京エンジンの逆襲は、香港ショーブラザーズが制作し、1977年7月に公開した特撮映画作品。日本では1978年、昭和53年3月11日に、小竹配給で公開された。ナミエイは、空手大戦争、小竹。工業史のルーは、 ヒマラヤ奥地で起きた大地震の影響で眠りから、目覚めた巨大なエンジン、北京マンを香港に連れてくるため、冒険家チェンと共に捜索隊を編成して、ヒマラヤ奥地を目指す。しかし捜索隊は、途中猛獣の襲撃や、底なし沼、断崖絶壁など数々の難関に阻まれて次々と、道半ばにして倒れ、ルーも捜索を放棄して逃げ出してしまった。そんな中、 密林でただ一人彷徨っていたチェンは表さえて名付ける、ビジアウェイと出会い、やがて、ペキンマンとの遭遇を果たす。いつしか、互いに惹かれ合うチェンとアウェイ。そしてついに、ペキンマンが香港にやってくる。1975年当時、ディノデ・ラウレンティス製作のリメイク版、キングコング、1976年の話題は、香港映画界にも届いていた。ショブラザーズはかねてより、 香港でもキングコングをやりたいとの願望があり、対抗の意を込めて、制作に踏み切ることとなった。ショーブラザーズが、本作の準備にかかったのは1975年1月の、ことで、翌1976年6月にクランクイン、20万フィート、37時間のフィルムを費やし、1977年3月に2年2ヶ月がかりで、完成した。制作費は500万ドル。 二億六千五百万円で、日本円に換算すると、約八億円強。ほとんどが、日本人特撮スタッフのギャラだったという。ジャングルの奥地で猛獣が登場するシーンがあるが、出演する虎たちの爪はあらかじめ抜かれ、牙や歯には強力な粘着テープを巻いて撮影した。一度、助監督の立てた物音に驚いたヒョウが、この助監督に飛びかかるというアクシデントがあったという。 村瀬次ゾーラ有川組のスタッフは本作の撮影で香港で正月を迎えることとなった。正月には現地の日本大使館での持ちつき大会に全員が招待されたという。本作の制作は秘密裏に進められていた。黒井和は公開年初頭にショーブラザーズのスタジオでキングコングに似たぬいぐるみがあるのを目撃した人がいる。作品名は キングコング退場図らしいなどの噂を伝えている。こうして完成した本作は1977年7月に、ーゲラレルや、香港を中心に10億円を稼ぎ出し、イタリア、西ドイツ、ギリシャ、タイでも公開され、1978年には、台湾の旧正月での興行で、大ヒットを記録している。クエンティン・タランティーノ監督もお気に入りの作品だという。 本作の特撮は日本人のスタッフが担当している。これは、ジャオー氏1975年日本美公開という本本映画で日本の造形会社コスモプロダクションがオロチの造形を担当したことがきっかけだった。この映画はコスモプロの三上ム夫と高橋明造形会社ゼニーの村瀬継造の3人にプロデューサーのチャイランからどうしても来てくれとのオファーがあり。 コスモプロとチェニーの共同参加という形で、三上が監督、高橋がデザイン、村瀬が造形として、香港へ赴任し、完成したものだった。この時の村瀬の造形が、チャイランピーに評価され、今度、キングコングみたいな大きな特撮映画をやるから、ぜひ造形を担当してほしい。その時は、香港に来てくださいと頼まれた。その一年後、 本作が制作されることとなり、チャイランピーから電話で、一年くらいの予定で、香港に来てくれないかと誘われた村瀬が香港に呼ばれたである。結局、村瀬はこの作品のため香港に一年半、滞在することとなった。村瀬は当初、スタッフマネージャーとして、黒田義志ら、大魔人のスタッフに特撮を依頼した。黒田らは、現人のメイクテストや、 衣装の検討を繰り返しながら、制作準備を進めていたが、造形物がキングコングに似すぎているなど、半券関係で問題が起き、造形物を作り直しているうちに撮影班のビザ、観光ビザだったが切れてしまい、3ヶ月を超えての延長も期限が切れ、第一陣の黒だらはキャンセル扱いとなって、全員帰国となってしまった。ようやく撮影に入れるかって時だったので、 頭抱えちゃいましたという造形担当の村瀬。杉造は先に就労ビザで香港に入っていたため一人残留。ショーブラザーズに代わりの日本人スタッフの選定を頼まれた村瀬は東方に話を持っていこうと思いつき、有川さだまさら東方のスタッフをリストアップ。藤本真澄に相談したところ、藤本の一言で希望通りのスタッフが集まってくれた。村瀬は リストに入れていなかったが、川北孝一も助監督として参加してくれることとなり、村瀬を驚かせた。村瀬は川北の名は知っていたが、面識はなく、川北とは、これが初めての仕事だった。こうして、第二弾の日本人、スタッフ6から10人が香港に滞在し、清水湾、クリアウォーターベイのショーブラザーズの撮影所で126日間かけて、 特撮シーンを作り上げることになった。村瀬は、現人の造形、破壊される建物のミニチュア制作、現人のアクション指導、火薬の仕掛けなど、多岐にわたって担当。入れ替わり担当する、日本人スタッフのために食事まで支度し、仕事とプライベート療法の面倒を見ている。東方のスタッフは、過去に一緒に仕事をした仲間ばかりだったため、やりやすかったという。 劇場パンフレットによると、ビルのミニチュア一つに、木工10、鉄工5、塗装工8、背景、看板工8、建て込み工20、計51人が平均4ヶ月働き、大小130のミニチュア制作だけに、延べ26,520人、動員、1億円以上を費やす、人海戦術を取っただけに、見事な出来栄えは、人件費の比較的安い土地で、 初めてできたこと。本格的な特撮は、キングコングよりも面白いと、早くも、評判を呼んでいるという。村瀬によると、香港の美術スタッフは、成功なミニチュアを非常に手際よく作ってくれたという。村落の巨大な仏像などは、香港の左官屋が一晩で作ったもの。高速道路を走る車両のミニチュアは1、25、スケールで制作された。 蛇王市でのつながりから、村落の建物など、一部は、日本のコスモプロダクションが造形した。村瀬によると、東方のスタッフが、契約切れで帰国した後も取り残しのカットが多数あり、編集作業も手つかずだった。このため、未撮影だった冒頭の暴風雨のシーンは、村瀬が特撮を監督。編集は、チャイランと村瀬が共同で行って完成させた。 50万年前の原子エンジンが居住となって現代に蘇ったもの。劇場パンフレットによると、体格、威力は次のようなものである。造形は村瀬次造による。ショーブラザーズは当初、キングコングのリメイクをもくろんだが、やはり半券の問題があり、原人の顔はアレンジを強いられた。村瀬は黒田監督やチャイランピート打ち合わせを重ね、 雪男風の造形など、数回にわたりテスト造形が行われ、ヤギの毛を使って、口や顎の周りに長い毛の生えた、仙人風の要望の3テ定ク目で落ち着いた。この第一人スタッフの下で作られた北京原人のぬいぐるみには、毛質が硬いヤギの毛を使ったため、この毛が撮影で抜けやすく、良い効果が出なかった。結局、クランクイン直前にデザイン変更となり、 検討を重ねるうちに契約の切れた第一陣スタッフは帰国となった。東方のスタッフを呼び寄せての仕切り直しでは、村瀬は原人の体毛に人毛の使用を思いつき、香港市民に髪の毛の提供を呼びかけ、集まった300人分の人毛で3体分の原人の体毛を仕上げた。撮影所に送られてきた人毛は山のように積み上がってかなり不気味だったそうである。 人毛を植え付けたぬいぐるみは、計算体作られ、撮影に使われた。顔面は、ラバー製のマスクで、香港の司会が技師を埋め込んで完成させた。顔面は、機械仕掛けで、瞬きや口の開閉などの表情を出せる、ギニョール形式のものも作られた。ぬいぐるみの他に、等身大の胸や肩も、部分的に作られた。実物大のすねや腕が、 クレームのアームを芯に作られ、手の指にはピアノ線が仕込まれ、草園で動かされた。造形素材のラテックスやヘリコプターのミニチュアと日本から取り寄せた造形、撮影素材は計 300kg に上った。東京での現金支出だけで5000万円かかったという。ラストで炎に包まれ、ビルから落ちる現人は、スタントマンが危険すぎると嫌がり、 保険をかけてくれるよう交渉したが、会社側は特別扱いできないと突っぱねた。このためスタントマンがごねてしまい、一週間ほど撮影が途切れてしまった。チャイランピーに相談された村瀬が、何がどう危険かは、ぬいぐるみ作った。俺が一番わかってるから、俺がやるよと答え、スタントを名乗り出た。チャイランピーは、もしものことがあっても責任が取れないと心配したが、 すでに2年近く関わってきた仕事である上、この仕事にかけてたから、最後の仕上げだと思って、と、村瀬はぬいぐるみに、ボンドと石油を塗りつけて点火し、自ら危険なファイヤースタントを演じてみせた。転落のカットは3テイク取ったが、落ちる芝居には、自信があったという。無事カットを終えた時、戦術のスタントマンが真っ先に駆けつけて、消化してくれたというが、 落下後消化してもらうまで3分ほどはほとんど呼吸ができず、それが辛かったという。こうして無事に落下のカットが撮影終了し、ラッシュを見に来た、ショーブラザーズの社長は、スタントマンが怖がってたのによく撮れてるじゃないかと感心していたが、チャイランピーから事情を聞いて大変恐縮し、村瀬に後で数十万円もする金時計を送ってくれたそうである。女性。 ターザン役を演じたイブリンクラフトは1951年に当時のソビエト連邦で生まれスイス国籍の女優である。他に女子警察という主演作がある。特撮スタッフ再編成のため一度撮影が中断され帰国していたイブリンクラフトは再会後にはすっかり太めになっていた。このため衣装の鹿側のブラジャーから胸がはみ出すことがたびたびあったという。 ハンダに近い姿で十数ヶ月過ごしたことで、彼女のプロ根性を示すものとして、スタッフから賞賛を浴びたという。イブリンは2009年に、心臓発作のため、57歳で死去している。2004年10月6日、発売、4935円。メーカー、キングレコード株式会社、映像特典、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。